はい、こんにちは、バスボーナス TV クリリンです。今回の動画はズバリ小池サンダーの特集の動画になってます。いよいよ全国的にもね、小池サンダーが並び始めてると思うんで、使い方が分かんなかったりとか、どのようにしたらより効果的な釣れ方がするのか、その辺が気になってる方も多いと思いますので、まずは実調シーンからご覧ください。行ってみましょう。おっしゃ、食った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 。おっしゃ、食った。おっしゃ、小池。サンダーのサイト、よっしゃい、ういナイス、いい食い方した。パカッ、よし、よっしゃ、やりました。ういいサイズ、ヒットルアーは、発売前の小池サンダー。こいつめっちゃ使い方あるっすわ。使い方、今回は、脳進化ワッキーですね。へこへこ、ゴミだまり絡みでへこへこさせたらチョコ、いい感じで釣れた。ナイス、小池サンダー落ちちゃったけどありがとうございます。ういちょっとこれ、ありがとうな。サンキューボーイ。よし、来た。うわ、目の前で食ってきた。クランクゲイン、面白、目の前よね、ほんまに。こんにちは。一匹だけ。あ、そうそう、わかります。ありがとうございます。ぜひ釣っちゃってください。ありがとうございます。いや、あ、一番上で2本ぐらいピヨピヨってやつがおって。どうぞこれ。あー、ステッカーですか。マジですか。マジっす。ありがとうございます。いや、あの、ありがた迷惑じゃなかったら、いらんてみたいな思ってるかもしれないですけど。ありがとうございます。クルーになった。クルーになって。なんで、そうっすね、対岸、例えば1人対岸行って2人こっちとかもありだと思うし。ぶっちゃけ僕対岸行こうと思ってたんですけど、やっちゃってください。いやいや、もうこうなったらやっちゃってください。僕違うスポットあるんで。大きまこの辺だから、多分高黒5インチ。うわ、いいな。発売されております。え、まだでもポイント入ってないですよね。あ、ポイントそろそろかな。そろそろ絶対ありっすよ、5インチ。もしかしたらこのシーンが一瞬 YouTube に載るかもしれないですけど、大丈夫ですか。全然大丈夫です。大丈夫ですか。全然大丈夫です。いつかの動画で待っとってください。後ろを乗せてほしいです。4人でこうやって写真撮っときません。インスタ乗っても大丈夫ですか。全然大丈夫です。 OK。 サングラス高い。いいですか。いいですか。えらい後ろに下がる。小顔効果。小顔効果使うんですか。イエーイ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。よし。おもろいっすね。ノリ面白いっすね。お互い頑張ろう。対岸もう一個、はい、こっち行ってここまで。あ、いいっすよ。一応聞いとくから。
いいっすよ。こっちの情報。手前どうすか、手前。いや、さっき話したんで、もう。ああ、そうや、もう、お前、もうするやん、もう。もういいっす、もういいっす。もう必要な情報もらってるわ。もう、行って、行ってもらって。もしかしたら俺も向こう行っとくか。車でも、即でもしたほんまに。もう大丈夫。もう大丈夫、言われてるから。もう大丈夫。ずるいなと思って。今の情報で。リーダーが言ってるから。そう、リーダーが。リーダーが言ってる。ちょっと、お前、もう聞いとる。お前、情報や。そう。情報へ取る。マク着なかったやろ今日お前クランク。まあ、俺もうすぐ帰るやん。俺と思ってもらっていいから。おらんと思ってもらって。どうぞどうぞ。話しましょう。こっちもいいんすけど、降りて左側も行ける。いや、よっけよ。こんなんやな。後悔すんなよ。後悔すんなよお前ら。変な情報って。あ、行けるっす、行けるっす、全然。どうだったでしょうか。釣れてますね。ちょっとあの大学生との、楽しいひとときも過ごしてますが、あの頃めっちゃ楽しかったなと思ったっす。ああいう感じもう一回戻りたいですね。はい。ということで、実際釣れてるリグっていうのは、今回その動画の内で釣れてるのはこういった形で、ワッキーノーシンカーワッキーにしたリグで釣れてます。それでパッ落として、ちょっとゴミだまり付近で落として下からと出たような釣りなんですけど、使い方として一つはノーシンカーワッキー。ノーシンカーでもちょっとね、この、小池サンダーを語りますと何が面白いかっていうと、これワーム素材なんですよね。結構みんなね、質問で、エラストマー素材なんですかって言われる人も結構いたんですけど、ズバリワーム素材で、ワーム素材にもかかわらず、素材がめちゃくちゃ硬いです。まあ、手に取ってもらったら分かると思うんですけど、めちゃくちゃ硬くて、本当にエラストマー素材って言われても、あ、そうなんだって思っちゃうぐらい硬いです。だからこそ張り持ちがね、めちゃくちゃいいんですよ。裂けない、何匹も釣れる。仮にこっちが裂けたとしても反対でも使えるみたいな感じのルアーで、使い勝手がね、多種多様っていうのが一番の推しですね。ということで、ちょっとこのまま見ていただいたんですが、もう一本釣ってる動画、昔の、動画で釣ってる動画あるんで、ちょっとそちら見てください。どうぞ。バレた。バレた。一回当たったんやけどな。おっしゃ、食った。おっしゃ、食った。おっしゃ、しゃ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 。うわ、めっちゃ行く。ということで、うわ、はい、ご覧いただけたでしょうか。これ今釣ったのはこういった感じ、オフセットにしたノーシンカーで釣りました。ここはね、あのオフセットにしたら、すごく入れ込めるじゃないですか、引っかからないんで。でさらにいいところは、こいつ一つでかなり比重があるんで結構ぶっ飛びます。でさっき釣った魚も、見えてた魚が、沖に泳いでた、泳いでいったなっていうのを見て、だいぶ沖に先回りしてぶん飛ばして、ゆっくりとしたスローホールしてる間にバーンって多分食ったっていう魚。そういう、なんていうんですかね、こいつの個体での、食わせのパワーももちろんあります。見て分かると思うんですけどね。だからサイトでもすごく使えるし、サイトで釣りたいプラスカバーの中にいるよとかやつを狙うのにすごく最適、ね、でさっきみたいな、ワッキーで、ね、ワッキーのセッティングもありやし、ジグヘッドワッキーでね、重さを乗せて本当に
2グラムとか 1.8 グラムとかの乗せてボトムにバーッと落としてスッスッってこう逃げるようなアクションもかなり効きます。特にカニが多いとことかはこういう、ものをこのサイズ感でジグヘッドワッキーを重めにしてこう引っ張っていくような釣りで結構効果があるんで、ぜひ試してほしいです。で、大元としては、このルアー、カバーをがっつり打とうっていうのもコンセプトにあって、こんだけ面白いギザギザに、ね、いっぱい手がついてるものが、ごついカバーを 10g のジカリブとかでズボンと落として落とした先で こんだけナチュラルに動いてくる。普通ね、あの 10g とかもっと重いルアーをズボンと落とすっていう意味合いって結構その意味合いというかルアーってポークとか大きいデロンデロンというか、まあ、大きめのルアーでやるのがイメージあると思うんですけど、ドーンと落とした先でこんだけフィネスに誘えるんで食わす能力も高い。結構こうナーバスになってる魚とか餌をシビアに見る魚が一本さらに取れるような、こうアプローチができるっていうのもかなりの特徴なんで、その辺をねぜひ、自分たちでちょっとまあいろんな可能性があるんで試してみてもらえればいいかと思います。僕は結構好きなルアーで名作と思う理由はまずそこ、ノーシンカーワッキー、オフセットのノーシンカー、また、ジカリグデトンもありで、ついでに言うのであれば、アクションノーブ乗せれればいいんですけど、徳島のね酒井店長、まあサタンさんがスプリショットかなボトムで逃がすようなそういう使い方もしてたんで、そういうのもぜひおすすめなんで試してみてください。まあいろんな可能性があるんでぜひ手に取ってみて自分なりの新しい釣りを見つけてください。ありがとうございます。ジョージスコッチカジ君かっこいいぜウィー